はい、今ですね、豊浜港というですね、港に来ております。ここもですね、結構ね、いい雰囲気の港だったりするんですけども、今ですね、ここのね、道、さっきからね、何度もですね、歩いてはいるんですけども、以南房州通王館というふうなね、道の名前になっております。まあ、こちらに関してはですね、千葉県千葉市中央区の浜野というところから外房を通って、でですね、最終的に立山市の北上に至るですね、街道ということですね、まあ、主に外房を通る、ね、道として整備されております。まあ、こちらに関しては確かね、江戸時代からね、作られているかなりね、古い道だと思われるんですけども、まあ、こちらの道がですね、ずっとね、外房の方をね、通ってというような感じになってます。結構ね、狭いところもなったりとか、汚染転がしのね、あそこら辺のあたりも、まあ、そこのね、道だったりするので、まあ、結構ね、面白いところね、通る道だったりします。ただですね、今使っている新しい道路とは違って、こちらの方ね、旧道なので結構ね、狭い区間もあるので、通るのがね、大変なね、とこもあったりするんですけども、ここら辺に関してはね、特にね、まあ、離峰もできて、まあ、問題ない道ですね。こういう風なね、海の景色をね、見ながらドライブできるね、道ということになっております。私はですね、本当ね、徒歩でね、こちらの道に通っているので、そうですね、こちらの街道ね、江戸時代にはね、確立されているということなので、まあ、かなりね、昔からできているね、道ということになっています。はい、ということですね、もう一回言いますけども、以南房州通王館というですね、道になっております。いや、本当にここら辺ものどかで、いいとこですよね。今ね、歩いてるのは私だけなんですけども、はい、ずっとですね、御宿の方に向かって歩いているんですけども、ちょっとね、振り返るとね、こちらの方は、まあ、桂方面なんですけどね、でくるって回って、ここがですね、港になってまして、で奥の方が御宿ということになってます。いや、本当にね、徒歩の旅じゃないとこういうとこね、通らなかったりするので、私たちではね、かなり新鮮です。ただ先ほどの中、勝浦灯台のところね、行く先々で、レンタルサイクルで来られてる方いらっしゃいましたね。しかもね、電動アシスト付き自転車だったので、坂道でもね、スイスイね、上がっていったんで、確かにね、レンタサイクルを借りてここら辺の道をね、走るのね、いいかもしれませんね。めちゃめちゃ気持ちいいので、はい、ここはね、かなりおすすめポイントですね。で、こういう風なね、街並みを見れて、なかなかね、ノスタルジックなね、気分になれます。じゃあね、もうちょっとしたら今度はね、へばら海岸って言って、結構ね、大きめの海岸に出ると思いますので、そこまでね、歩いていきたいと思います。それでね、へばら海岸を越えた先がね、御宿ということになっております。はい、今ですね、へばら海岸に来ました。御宿のね、一歩手前の海岸になります。で、結構ね、広くてね、いい海岸になってます。ちなみにですね、へばらというのはですね、部活の部に原っぱの原って書いてですね、へばらと読みます。部ばらじゃないですね、ここはね、へばらと読みます。ここもね、なかなかへばらっていう風にね、言える方も少ないんじゃないかなと思ってます。で、今日はちょっとサーファーの姿少ないですね。まあ、本来だったらここ結構サーファーの方がね、多かったりするんですけども、今日はね、いないですね、この時間帯は。ここのね、海もね、とてもね、綺麗で、結構ね、広いね、砂浜にはなってるんですが、ここをね、なぜかね、海水浴場はね、海上祭なんですね。どうやらここはね、海水浴場には適していない、砂浜らしくてですね、これだけね、広い砂浜なんですけども、ここは海水浴場ではないんですよね。なので、夏とかもね、ここは海水浴場にはならないので、結構ね、昼間からね、サーファーの人で、ね、ごった返すことがね、あったりします。海水浴場のね、会場されるところはサーフィンとか禁止されてますので、会場中はね。なので、まあ、サーフィンやられる方とかは、ね、会場する前の、ね、早朝とかに、まあ、サーフィンしてたりするんですけども、ここはね、これだけ広いにもかかわらず、海水浴場には、ね、ならない、ね、海岸なので、結構ね、サーファーがね、昼間からいるような、ね、海岸になってます。私もね、ここは本当に、ドローンも、ね、飛ばしてて気持ちいい海岸なので、ここもね、ドローンでよく飛ばしている海岸になっております。はい、ということでね、
奥の方に御宿がね、いよいよね見え始めました。で、御宿のちょっとね先端のところ、ちょっとニョキって生えてる岩ね、確かねあれねロウソク岩っていうね岩だと思います。まあ、そこら辺も本当にあの崖っぷちになってて、かなりですね地質が脆いところになってます。なので入れないところもねいっぱいあるんですけども、まあそこら辺もね結構ね危険な場所でね入れないような場所になっております。まあ冒険する人とかね結構ねいたりするんですけど、本当に危険地帯ですね。今の時刻はですね13時2分ですね。歩き始めてから 28.55 キロなんですけども、まあ今日のちょっとねゴールをそろそろね悩み始めているところです。はい、ということですね、以上ヘバラ海岸になります。はい、今ですね、国道沿いの道を歩いてますけども、まもなくですね、市境になります。今ねちょっとね振り返りますけど、こちらね、勝浦市になってます。今ですね、めちゃめちゃね気持ちいいところね歩いてるんですけども、このですね、トンネルを越えたあたりがこれからね御宿町になります。御宿町なのかな、はい、まあそういうことでね御宿になります。まもなくですね、勝浦市から御宿に変わります。はい、ということでねこちらの方御宿のね、看板が見えております。このですね御宿の看板、隣にですね、月の砂漠があります。これねこの御宿町は月の砂漠の町ということになっております。はい、後でねそちらのモニュメントもありますので、まあ、そちらもね紹介したいかなと思ってるんですけどね。はい、ということでね御宿に入りました。いやー、ここも結構開放的で綺麗なんですが、ちょっとね歩道がそんなに、ないようなね、ところなので、ちょっとここはね怖いですね。いやー、ここも本当に開放されてて、ね、綺麗な場所ですね。いやー、最高です。歩いててね気持ちいいです。あともうちょっとしたらですね歩き始めてからね、30キロになりそうということですね。今、29.29 キロなので、あともうちょっとですね、時刻の方は13時11分になっております。ちょっとねここからまたね歩道がね、すごい狭くなるので気をつけていきたいと思います。はい、今ですね御宿港の近くにいるんですけども、ちょうどですね歩き始めてから30キロ超えました。今ですね 30.04 キロということですね、歩き始めてから30キロ超えてきましたということでね、だいたい30キロ地点が、まあ、御宿ということになります。で、こちらがですね、御宿港ということですね、御宿の漁港になっております。で、こっちの方ねぐるーって回っていくと御宿のね海岸がですね、見えてきます。はい、もうちょっとですね歩いたらね御宿のね海岸に着きます。はい、今ですね御宿の中心地のところね、歩いていますけども、まもなくですね、御宿海岸に着きます。ちょっとね正面に行きます。はい、ということでね、ここら辺がですね御宿海岸なんですけども、まずね御宿のモニュメントがねお出迎えしてもらいます。ここら辺はねこういう風な、まあ、リゾートマンションとかリゾートホテルもね、いっぱいね建っているところですね。で、こちらね、まあ、月の砂漠、こんな風なねところになってます。で、ここはちょっとね、公園になってますので、ここからですね御宿海岸の方ね入っていきたいと思います。こんな中ねサボテンでね、アミーゴ御宿って書いてますね。こんなね面白いね、モニュメントも、ね、あります。はい、で、ここからですね入っていきます。御宿のね海岸もいいとこなんですよ。今ね結構ウィンドサーフィンしてるんですかね。はい、結構ウィンドサーフィンしてて楽しそうになってますけどね。はい、今ちょっとね、見え始めてきましたけどね、モニュメントがね。ここにはね御宿のねまずねモニュメントがあります。ちょっとカラフルなね、モニュメントなんですけどね、御宿って書いてあるんですね。はい、まもなく見えてきます。結構ね風も吹いてきたんですけど、今日はね暖かいですね、12月の
上旬というか、もうそろそろね、中旬になりそうな季節なんですけども、今日は暖かいです。はい、ということでね、はい、見えてきました、御宿のモニュメント。ここがですね、月の砂漠で有名なですね、御宿海岸になります。はい、これね、はい、御宿モニュメントです。ここがね、御宿海岸になります。ここがですね、御宿海岸になってて、ここもね、気持ちいい場所ですね。で、ここに御宿って書いてますね。はい、このね、やっぱ目立ちますね、このね、御宿って書いてあるんで、こんな感じですね。はい、カラフルになってますけどね、もうちょっと近づきますね。御宿、御宿って感じでね。はい、すいません、ちょっとふざけてしまいましたけども、ここがですね、御宿海岸になります。で、さらにね、あっちの方に行くと、月の砂漠のね、モニュメントもありますので、そちらの方ね、見に行きたいと思います。はい、ちょっとね、歩いてきましたけれども、こちらですね。はい、ということで、月の砂漠のね、モニュメントがあります。はい、こちらになります。結構ちょっとね、砂でかぶっちゃってますけどね、だいぶなんか埋もれちゃってますね。ここのところね、もうちょっと盛り上がったところね、もうちょっと出てたはずなんですけども、かなりね、砂で埋もれちゃってますね。はい、ただね、こちらがね、月の砂漠のね、モニュメントになります。いや、いいっすね。ちょっとこっちの方、ちょっと工事車両があるんで、こういう風に、ね、見せていいですかね。はい、いや、なんかかっこいいっすね。いや、いいになりますね。超いいになります。ちょっとね、自分と一緒にね、撮ってみたいなと思うんですけどね。はい、こんな感じですね。いや、最高ですね。まあ、ここがね、まさにね、月の砂漠のね、ところになります。ちょっとね、風ね、強いんですけどね、もう一回ね、お見せしますね。はい、結構ね、絵になりますよね、こんな感じでね。これも結構ね、しっかりね、作られてね、モニュメントになってましてね、こんな風になってます。で、ラクダがあってね、こうですね。はい、で、ちょっとね、回り込みますけどね、こんな感じのですね、モニュメントになっております。すごい絵になりますよね。はい、で、確かね、そこのところにも、月の砂漠といってね、月の、モニュメントもありますけども、はい、合わせてこれもセットでね、見るとね、いいかなと思いますけど、はい、こちらの方ね、見ていきたいと思います。いや、もう御宿来たね、やはりこれ見ないとね、しょうがないですね。はい、ということでね、こんな感じですよ。いや、なんかね、いいですよね、絵になります。じゃあですね、さらに、先の方ね、進んでいきたいと思います。いや、こういう風なね、ね、モニュメントあるので、ぜひね、御宿来た時はね、皆さんね、見ていっていただければ、ね、いいかなと思います。あとね、夏とかになると、ここのところにね、ビーチバレーがね、できるようなね、とこもあるので、こういうのに遊んだりとかもね、できますね。はい、いや、皆さんね、なんかウィンドサーフィンとかもね、されてて、まあ、気持ちよさそうにね、やってますね。ではですね、さらにね、進みたいと思います。で、ちなみにですね、今正面に見えているのが、月の砂漠博物館ですかね。あ、違いますね、月の砂漠記念館ですね。こちらの方ね、あります。今日はやってんのかな、ちょっとわからないですけども、ちょっと近づいてみたいと思いますけどね。はい、で、こちらがね、先ほどのモニュメントがあったところですね。こんな感じです。はい、ちょうどですね、このね、橋を渡ったところに、月の砂漠記念館がね、あります。ここがですね、月の砂漠記念館というところになってますね。で、ここの中でね、いろいろとその月の砂漠についてのね、確かね、説明とかね、あったと思います。今開館中ですね。はい、まあ、入館料とかね、大人400円とかになってますけど、こんな感じになってます。開館時間が、午前9時から午後4時半までというふうになってますね。
はい、ということで、まあ、月の砂漠、ね、記念館ということで、月の砂漠ね、知りたい方はね、さらにね、ここもね、訪れてみたらね、いかがかなと思います。ではですね、進んでいきたいと思います。あそこら辺もなんかね、公園とかあってね、子供がね、遊べるようなね、恐れそうな、ね、ものもね、あったりしますけどね。月の砂漠公園というね、公園なんですけどね、結構ね、子供もね、遊べるようなね、とこだったりします。はい、ということでね、御宿海岸の方ね、後にしたいと思うんですけども、ちなみにですね、月の砂漠知らない方もね、いらっしゃるかなと思いましたんで、ちょっとね、ウィキの方でね、調べてみましたが、月の砂漠はですね、日本の画家、詩人である加藤正夫の作品の一つということですね。で、作曲家の鈴木卓によって曲をつけられ、童謡として有名になったということになってます。おぼろにたけぶる月の夜の砂漠をですね、ラクダに乗った王子様とお姫様が旅していく情景を描写した作品ということになってまして、それがですね、こちらのね、後ろにある御宿海岸ですね、モデルになっているということになっております。ということでね、御宿海岸もね、名残惜しいんですけどね、先に進んでいきたいと思います。ちょっとね、風の方も強くなってきましたね。ただ今日は本当に暖かいのでいいですね。こんなところね、こういう風にね、書いてたりします。マサオって書いてますね。はい、こういう風なね、ものもね、ずっとね、ところどころにね、書かれてたりします。いや、いいですね、ここら辺も、最高なところです。ではね、もうちょっとね、先を急ぎたいと思うんですけども、今の時刻はですね、13時44分ということで、歩き始めてから 31.96 キロ、まもなくですね、32キロというところですね。で、今日のね、ちょっとゴール地点、朝の時点では上総一宮と言いましたけれども、ちょっとね、上総一宮、微妙な時間にはなってきました。結構ね、勝浦でいろいろとですね、寄り道をね、してしまったので、まあそれはそれでね、まあ、OK なんですよね。まあ、徒歩の旅のね、醍醐味なんで、それはね、OK なんですけども、ちょっとね、まあ、微妙な線になってきました。なので、もしかしたら今日は7日目ですけども、8日目をね、ちょっとね、刻むかもしれません。いずれにせよね、上総一宮で1回止めとかないと九十九里浜攻略できなくなっちゃうんでね、まあ、そこら辺はね、ちょっとね、考えたいと思います。はい、今ですね、ちょっと歩いてきたんですけども、記念塔入り口というものがありまして、でこちらですね、なんかメキシコの、記念公園ということですね。ちょっと奥の方ですね、ちょっと拡大しますけど、こういうふうなね、なんか塔があります。まあ、どうやらですね、メキシコのですね、大統領がここのところに来てですね、まあそれのですね、記念公園ということみたいです。はい、ということでね、ちょっとね、こちらの方ね、塔があるんですけども、まあ、記念塔がね、あるということですね。で、ここら辺でね、ちょっとね、皆さんにね、紹介したいところがあるんですけど、ちょっと行けるかどうかね、別として、まあ、小浦海岸というね、まあ、プライベートビーチがあるんですけども、まあ、そこのところちょっとね、紹介したいと思います。ちょっと分かってありますね。で、こっちの方もね、先に、まあ、景勝地ですね、小葉月っていうね、ところもね、あります。大葉月、小葉月だったと思うんですけどね、はい、そういうとこもあります。で、今日はね、そちらの方、まあ、先ほどの中ろうそく岩って言ったところですね、そこら辺ね、出れます。今のところね、行くとそこら辺にね、出ることがね、できるんですけども、今回ですね、ちょっとね、皆さんにね、紹介したいのは、ちょっと行けるかどうかはわからないんですけども、まあ、小浦海岸というところですね、紹介したいと思います。あと1キロほど進んだらですね、こちらのね、海岸がね、見えてくると思います。はい、先ほどですね、景勝地の、ね、小葉月と言いましたけど、こちらの方はですね、景勝地の、ね、大葉月になります。車とか、ね、止められて、ね、奥の方に、ね、進んでいくことができます。ここも、ね、いいんですけどね、まあ、なんといってもね、ちょっと小浦海岸を、ね、おすすめしたくて、そっちの方に、ね、行きたいと思います。はい、まもなくですね、小浦海岸というね、海岸の近くなんですが、その前にですね、もう一つですね、見せたいとこがあります。はい、こちらですね、ドン・ロドリゴ上陸地ということで、慶長14年1609年9月30日夜半
前フィリピン諸島長官ドン・ロドリゴ・デビ・ベロイ・ベラスコを乗せたサンフランシスコ号がメキシコのアカプルコ港へ帰還途中中、岩和田の田尻沖で遭難ということですね。ここもですね、事件を知った村民が総出で駆けつけて救助に当たったということみたいですね。ということでここはですね、そういうふうな、ね、土地になっております。ちょっとね、先の方行きたいと思います。ここら辺も結構その崩落地が多くてですね、見れるようなところは少ないんですけども、ここはね入っていきます。ちょっとね、隣の敷地にちょっと下ですね、会社の敷地があるんで、そこからですね、こういうふうに、ね、入ってくるところがあるんですけどね、ここのところになります。はい、で結構会社の敷地っていうかですね、そこのところにも道がね作られているというような、形になっておりまして、でそこにもですね、モニュメントがあります。はい、こちらですね、モニュメントがあります。先ほどのですね、説明した内容がですね、ここにもね書いてあるというような感じですね。はい、でここがですね、そのね上陸地ということですね。でここにもね注意書き書いてあるんですけど、本当に崖崩れ落石が多い海岸なので、昔はねここからね先行けたんですけども、今ねもう行けなくなっちゃってます。こんな感じにね行けなくなっちゃってます。はい、でこれのね、ちょっと小浦海岸というねちょっと下ねプライベートビーチがあるんで、ちょっとそちらの方もね、向かっていきたいと思います。もうすぐね、ここから入ったところになるんですけども、本当にですね、プライベートビーチというようなね、ところになってますので、本当におすすめポイントになっております。ちょっとね前までね入れなかったようなね感じになったんですけども、今もうねなんか大丈夫だというふうにね聞きましたので、ちょっとね行ってみたいと思います。ドン・ロドリゴ上陸地に関しましては、こちらの方にですね、専用駐車場がありますので、そちらからね行くこともね可能になっております。でちょっと歩いたところにですね、横道にね、それたところに今小浦海岸にね、つながる道があるんですけども、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとね途中ね、ドキドキするようなね場所とかもね通るので、ちょっとスリリングな、ね、場所だったりはするんですけど、それはそれでねなかなか面白いところなので、ぜひですね紹介したいというようなところですね。もうちょっと下ですね、そこから横にね入れるようなところがありますので、はい、ここからねちょっと今またねちょっと上り坂になってねきついんですが、ここからですね入れるようなねところがねあります。ほらちゃんと小浦ってね書いてあるんですけどね、はい、前は確かねここ立ち入り禁止になってたんですけども、どうですかね、はい、あ今大丈夫ですね、入るようになってます。ここにねちょっとね、小浦って書いてありますね、はい、前はちょっとね入れなかったんですけども、こちらね、車は通れないです。人しか通れないので、ちょっとここの道ね一人でね通るのはちょっとね怖かったりするんですけど、それでもね人はね歩いてるので、この時間だったらね大丈夫ですね。なんで結構ね、見に来る方も多いので、このぐらいの時間だったらね問題ないかなと思います。今の時刻はね14時11分なので、まだ全然昼間なので、ね、問題ないですけども、ちょっと夜に来るとねマジで怖いです。あと夏はどうかな、結構ここら辺の草木もね生い茂っててちょっと行きづらいかなと思うんですけどね、本当ねプライベートビーチ感ねあって、ただここら辺ちょっとね開放されてんで人も増えたのかもしれないですね、そういう意味ではちょっとプライベートビーチっぽくはねなくなっちゃうかもしれないですけど、それでもねなかなかいい雰囲気のとこなので行きたいと思います。でですね、来ました来ました、これですよ、素彫りのねトンネルがあるんですね。素彫りのトンネル、今ね、正面からね人も歩いては来ているのかな、いや向こうに歩いてるのかな、大丈夫そうですね、はい、ということでこちらがね、素彫りのトンネルになっています。こちらをね通ってきます。こちらね照明ありません、一切照明のないね素彫りのトンネルになってて、結構ね一人だけだとね、怖かったりするんですけども、今日はね前に人がいるのでもうちょっとね、頼もしいっていう感じなんですけどね、はい、こんな感じです。ちょっと振り返るとこんな感じですね、はい、かなりね雰囲気のあるトンネルだと思います。もう完全に真っ暗なんでね、手元にライトがないと
かなり厳しいです。私は今ね、カメラのところですね、映っているものを、ね、見ながらっていうので、ちょっとねカメラだと明るく映るので、それで、ね、なんとかなんですけども、ほとんどね人の目でもね、闇にね泣いてくればねなんとかなるんですけど、それでもねやっぱり真っ暗なんで、こんな感じですよ、超真っ暗で、ここをね、通ってくるわけです。でここをね通り終わったら、もうちょっとしたらね、小浦海岸に出ます。で昔はねずっとその先までね行けたみたいなんですけども、今は本当に崩落とかね激しくなってしまってて、まあ、通れないみたいですね。命がねいくつあってもね足りないようなね、箇所もねあったりするので、まあ、チャレンジしてる人もいるんでしょうけど、まあ、基本的に確かね立ち入り禁止だった気がしますので、もうここはね、まあ、自己責任になっちゃうのかなと思います。で冬場だとねこういうふうにね、道はそんなに鬱蒼としてないんですけども、夏場はあんまねおすすめしないですね。もうやぶこぎになっちゃうと思いますので、夏場はおすすめしないんですけども、ここがですね、まあ、プライベートビーチね、まあ、小浦海岸というところになります。はい、だいぶ進んできました。もう冬場でもねこれだけのね、道になっているので、もう夏はね多分ねほぼね、道がねわからない状態だと思います。やぶこぎしないとねダメな状態だと思います。自分もね今日は、冬っていうことでね、来ております。夏場はねここはねさすがにね来ないですね。はい、でこの先もですね、続いてるんですけれども、ここじゃないですね、もうちょっと先ですかね、ここですかね、ここがですね小浦海岸の入り口です。でこっちの方もね先進めるんですが、ちょっとね崩落している部分もあるので、まあ行けないところもねあったりします。でここもちょっとね道自体はそんなに良くないので、まあ、ここのところね、まあ、半分ちょっとやぶこぎしながらね行くようなねところにはなっております。ということでね、ここがですね、小浦海岸というところになります。はい、完全プライベートビーチですね。また後でね人がね降りてくると思うんですけども、こんな風なねプライベートビーチになっております。本当ね普段はほぼね人がいないようなね、プライベートビーチですね。いやここもねいつも来てもねいいとこですね。でここら辺のね本当に気質が脆いので、じゃんじゃんね崩れてくるんですね。なんか来るたんびにですね、なんかあの地形がね変わってたりもするので、ここら辺はですね、まあ、来るたんびに変わるのでちょっとね面白いとこですね。はい、で結構えぐれてねこういう風になってるので、はい、これがねちょっとねお見せしたかったプライベートビーチですね。本当ね人は来ないですね。やはり後からの人は来ないですね。先に行ったのかもしれないですね。先の方はねちょっとね崩落しててね行けないようなところもあったりするのでね、私はねここまでにしたいと思うんですけども、はい、これがね、小浦海岸になっております。ちょっとね、黙ってね少しだけで見ていきたいと思います。はい、ということで今ね本当に、ね、完全に一人ですね。こんな感じです。全くね人がいません。こんな感じですね。全くね今ね人がいない完全プライベートビーチになっております。まあ、こういう風なね海岸がここら辺はね至る所にあります。まあ、どうしてかっていうと、もう一回ですね前をお見せしますけども、こういう風にですねえぐれたところに入り江がねできているような感じになってます。こんな感じでね入り江ができているような感じになってまして、これがですねこういう風な海岸が結構ね点在しています。で本来だったらもうちょっとね先ほどの道とか進んでですね他の海岸とかに行けたりもしたんですが、今は確かね行けなかったはずです。ちょっとねもしかしたら道の方が整備されて、ね、行けるようになってるのかもしれないですけどね、私が知る限りはね確か行けなかったと思います。もしね間違ってたらねコメント等でいただければなと思います。はい、ということでね、まあ、完全プライベートビーチということで、こちらねかなりねおすすめポイントです。小浦海岸で、ね、ここでね一日ねいてボケーと過ごしてもいいと思います。いろいろとね悟りもね開けると思いますので、はい、ということでねちょっとね大きくね探りたいと思います。最高です。はい、ということでね、小浦海岸をね後にしたいと思います。はい、ということで小浦海岸を後にしました。実はですねあそこの海岸携帯の電波も届きません。なので
何かあった時は本当ね、急な信号も出せないよね、とこになっています。なぜかねあそこね電波ね通じないですよね。なんで、まあ、完全プライベートビーチということに、ね、なってます。はい、ということでね今戻ってますけども、結構ね、人もいらっしゃいますね。歩いて帰っている、ね、方もねいらっしゃるので、はい、ということで、ね、甲浦海岸を、ね、後にしたいと思います。またねあのトンネルをね、通ることになります。こんなとこですよ、本当にこんなとこをね通ってくるんですよ。これ夏は本当ね厳しいと思います。しかもね、冬場でねちょっとここでねジメジメしてるんですよね。なので滑りやすくてね危なかしいところがあるので、はい、今日ね自分はねこちらのねあのウォーキングシューズね来てるからいいですけど、普通のねあのハイヒールとかはね絶対ね来ないでください。あのここはね危ないですから、ということで、ね、こちらの方はね素彫りのトンネルになります。こちらをね通ってね帰りたいと思います。前にね人がいるからねラッキーですけどね、はい、ということでね進んでいきたいと思います。いや本当にここはね、いつ来ても怖いですね。今日はねまだね前に人がいるからねいいんですけど、本来だったらね結構ね怖い場所です。はい、ちょっとねこっち見せますけどね、はい、セルフィー、あ、顔がもう認知できないぐらい、ね、真っ暗ですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあね進んでいきたいと思います。はい、ということでね、間もなくトンネルを抜けます。いやでもねあの素彫りのトンネルとしてはねとてもね大向きな、ね、トンネルなので、このね海岸線にね、出るためにはこのトンネルね、必ず通らなきゃいけないということもありまして、もう一回ねお見せしますけどこんなトンネルですね。はい、こんなトンネルです。このトンネルをね通り過ぎて、で夏だと完全にねやぶこぎしなきゃいけないので、まあなるべく来るんだったらね冬をねおすすめします。冬でもねあんな感じになっちゃってるので、はい、ということでねここは本当にプライベートビーチ感満載のね甲浦海岸というとこなので、ここは本当に知る人ぞ知る海岸なので、ぜひね訪れてみてください。先ほどですね、上陸地のところからちょっとね進んで、そこからですね、右側に入っていくようなところになっております。今ですね、峠の道を一本越えてきました。あの甲浦海岸終わった後ですねずっとね上り坂でヘロヘロになりながら、まあ、峠を越えて、ね、今下ってきたところなんですけども、今ですね、ちょうどですね、自治体が変わりました。今までいたところはですね、御宿町だったんですけども、こちらですねいすみ市に入りましたということですね、自治体が変わったというところですね。で今の時刻は14時49分ということで、歩き始めてから 37.22 キロですね。いやちょっとねもう30キロ超えたあたりからのね峠越えはマジね、辛かったです。でもうね、今日の確か日の入りが、16時26分なので、多分もう上総一宮まではね、かなり厳しいかなと思ってます。なので、まあ、大原あたりでやめるか、それからですねもう少しですね進めて、まあ、台東のあたりで、ね、やめるかというところですね。今ちょっとね、悩んでいます。まあ、少なからずやはりですね8日でちょっと刻まないといけないのかもしれないですね。まあ、ちょっと暗くなってからもねちょっとね歩ける余力があればできればね上総一宮まではね行きたいなと思ってるんですけども、まだねちょっとね、悩んでいるところです。かなりね今の峠道で足の方もねガタが来てしまったので、ちょっとかなりね悩んでいるところです。さっきからねずっとね鶏が追っかけてくるんですけど、今ねこういうところのね道を歩いてるんですが、後ろからねなんか鶏がね追っかけてきてます。もういいかな、多分あそこら辺のね家の鶏だと思うので、ね、ちょっとびっくりしましたけども、鶏がね追っかけてきました。はい、ということで今ねチャイムが鳴りました。時刻はですね15時ぴったりということで、15時ですね。歩き始めてから38キロです。で今ね大原方面に、ね、向かって歩いております。
まだねこういう風なね山奥の道を歩いているというような感じですね。ただねちょっとね正面をお見せしますけども、こういう風なね、トンネルがあるので、なんかニワトリ鳴いてますね。はい、こういう風なね、トンネルがあるので、楽ちんは楽ちんですね。さっきみたいなね峠越えはね本当ね厳しかったですからね。いやさっきからずっとなんかニワトリがね鳴いててね、途中までねついてきたのでちょっとねびっくりしましたけども、はい、まあ、こういうところをね今歩いてます。いや本当ねトンネルねありがたいね。もう峠越えあるは本当つらいから、うん、ありがたいですということでね、頑張って歩きたいと思います。ただねちょっと上総一の目は厳しいかな、まあ、大原あたりでやめとこうかなと今ね本当にね、悩み始めているところです。そうするとねもうどうしても刻まなきゃいけなくなるので、もう8日目はね、その大原から上総一宮というまあまあね、すぐ終わっちゃうようなところではあるんですけども、そこでね考えたいともね思ってます。まあ、どうしてもそれは、まあ、九十九里をね、制覇するためには仕方ないということですね。またですね、海岸線のところに、ね、来ました。めちゃめちゃいいところですね。ここの、ね、下とかね、ちょっとした、ね、砂浜とかあったりするんですけども、ここに ね, ね鶴石海岸ってあって、このですね鶴石海岸一帯は高さ60メートルほぼのほぼ垂直に切り立ったこのね崖のところなんですよね。なので外房随一の概要的景観を呈していますということで、またこの場所は75の神々の漂流地として伝えられており、岩船八幡神社の祭礼には今でも75座の神々を供応するですかね、神事が行われていますということですね。鶴石海岸ですね、ここはですね鶴石海岸というところになります。見てください、これやばいでしょ。これここのとこねこんな感じになってます。もうこれ以上ちょっと行かないですよね、崖なんでね、はい、こんな感じになってます。いやここねちょっと崩れたんでやばいんでね行かないですけどね、はい、こんな感じのところになってます。はい、ちょっとね戻りますね。ということでね、ここからね見るのがねとても安全なんでこっちから見ますけど、はい、こういう風なね場所になってます。とても景観のねいいところです。ということでね、こちらがね、鶴石海岸というところにね、なっております。いやね気持ちいいところですね。で今あったですね、岩船八幡神社ね、こちらの方ね地蔵尊、これもね有名なとこなんでね、見ていきたいと思います。はい、ということでちょっとね、遠くにはなりますけども、ちょっとね赤いですね建物、見えてきたのがね分かりますでしょうか。こちらがですね岩船地蔵尊になります。結構ね有名な地蔵尊になっております。もうちょっとね、近づいてね見たいと思います。で本当に海にね突き出た形で祀られているようなね、地蔵尊になっております。はい、ということですね、近くまでやってきました。こちらがですね岩船地蔵尊になります。はい、こちらですね岩船地蔵尊ということで、日本産岩船地蔵の一つであるということで、後浦天皇の頃ですね、1257年9月に中納言藤原の兼定ですかねがですね、東国に周正祭道のためですかね、ご本尊とともに75座の神々をいただき、巡行中たまたま台風に遭ってしまい、この付近の鶴石海岸に漂着したと。この時ご本尊から多くの吉兆が現れ、一羽無事に上陸することができたということですね。こちらの方ね祀られているということみたいですね。はい、ということですね。こちらがですね、岩船地蔵尊というところになってます。で周りはねこんな風にね景色になっています。ちょっとね、一周してね、見てみたいと思います。ここに関してはですね、実はね私はね初めて、来ております。なかなかね、どうしても車だと出動してしまうようなね、とこになってしまうので、私はねいつもね、見たいと思ってね見れなかったりするんですけども、ちょっとねこっち側だとねちょっと見えにくいですね。こんな感じですね、こう一周できるというような感じですね。はい、他をね上がっていきますね。ちょっと上がっていきましょう。はい、先ほどのところにね出れると思うんですけどね。はい、
ちょっとお地蔵様ね、裏手側に出てきました。はい、こんな感じのですね、地蔵尊になっております。ちょっとね、ここでもね、ちょっとねお祈りしておきますね。はい、でここにもね、お地蔵様ね、いらっしゃいます。じゃあちょっとね、もうちょっと遠くからね、見てみましょうかね。はい、ちょっと降ります。はい、こんな感じですね。で、本当に海にね、突き出た形ですね、立ってる地蔵尊ということになってますね。はい、というところですね、ちょっとね、離れたところまで来ました。まあ、これがちょっとね、最大倍率2倍なのでこのぐらいなんですけども、ちょうどですね、海に突き出た形で、ね、見えております。いや、今日ね、本当来れてよかったですね。初めて来たのでよかったです、ね、徒歩の旅やっててね、よかったと思います。ではですね、ここからは今度ね、大原に向かって歩いていきたいと思います。で、今の時刻なんですけども15時31分ということで、歩き始めてからですね 40.35 キロということですね。40キロを超えてしまいました。岩船地蔵尊のところで、だいたい40キロを超えたというような感じですね。で、またちょっとね、上り坂でね、きつかったりするんですけども、まあ、頑張っていきたいと思います。で、あと本当に日の入りまでね、もう1時間切ってしまったので、もう確実に上総一ノ宮はね、無理そうです。なので、まあ、今日はね、まあ、大原あたりにね、しようかなと思っております。じゃあね、頑張って歩いていきたいと思います。はい、今ですね、またちょっと国道沿いに戻ってきましたけども、今日のですね、ゴール大原駅にしたいと思います。さすがにね、上総一宮まで行けそうもないですし、まもなくですね、4時になりそうなんで、もうそろそろですね、日の入りになります。今日のですね、日の入りが、16時26分ということですので、さすがにね、暗くなってからはやめようかなと今日は思ってます。なのでね、7日目は大原駅で、終わりにしたいと思います。で、8日目に関しましては、まあ、大原からね、スタートすることになると思うんですけども、まあ、その時には、まあ、1回ですね、上総一宮でですね、くぐりたいと思います。まあ、大原から上総一宮までもまあまあね、距離はあるので、まあ、8日目ではそれもね、十分なのかなと思ってます。まあ、といってもね、今日みたいに、長くはね、歩かないんですけども、多分半分ぐらいにはなるかなと思うんですけども、それでね、まあ、8日目は区切って、で、その後ね、9日目になるかと思いますけども、そこからね、九十九里浜の、ね、攻略の方をね、していきたいと思っております。って言ってながらね、今ですね、こんな感じで、16時になりました。で、歩き始めてから、42.78 キロということで、今日はね、40キロを超えてきました。はい、結構ね、40キロを超えて歩くのもね、結構な頻度でね、ありますね。まあ、だいたい40キロ前後歩いてるというような感じですね、いつも。なので今日もね、ご多分に漏れず、40キロあたりということで、ただまだ大原駅まで、3キロぐらいね、あるので、もうちょっとね、歩かなきゃいけないんですけども、結構ね、大変だったりします。はい、今ですね、時刻が16時26分ということで、歩き始めてからですね、45キロということになりましたけれども、日の入りを迎えました。今日はね、日の入りを迎えまして、日が沈んでしまいました。まあ、大原駅まではね、あともうちょっとというところまで、ね、来ております。で、もしかしたらちょっとね、大原駅でちょっと電車でですね、車を止めてある阿波鴨川まで、ね、ちょっとね、戻らなきゃいけなかったりするので、もしかしたらね、エンディングは、阿波鴨川で、ね、撮るかもしれません。とりあえずね、まあ、大原駅でね、撮れるとは思うんですけども、もしね、撮れなかったらね、そうしたいと思います。いや、今日もね、日が暮れちゃいましたよ。はい、結構ね、歩きました。もう上総一宮なんてね、夢のまた夢でしたね。はい、もうかなり疲れました。だいぶね、もうね、
疲れちゃって足もねガクガクしています。連日っていうか今回ちょっと中1日でね歩いてるので、その分ね足の方のダメージもね大きかったりするんですけども、まあ、なんとかね大原までね来れたので、まあ、よしとするかなと思っております。はい、じゃあね JR 大原駅の方ね向かってね歩いていきたいと思います。はい、もうすっかりですね、暗くなってきましたけども、今いるところはですね大原漁港の近くというところになっております。ちょっとね大原駅直接行こうとは思ったんですが、やはりね大原漁港ね見とかないとねダメかなと思ってね大原漁港の方へ来ております。で、まあ今日はね特に、言わないんですけども、実はねこの大原漁港ね日本水揚げ高1位のね、ものがあります。結構ね知られている高級食材なんですけども、これがですね日本一の、ね、水揚げ高を、ね、誇っているのが大原漁港ということになっております。今日の、ね、ちょっと7日目はね、とりあえずクイズということで、ね出しておきますけども、この答えはですね8日目またね朝ここら辺に、ね、来ようと思いますので、その時にですね発表したいと思います。で本当にもう真っ暗になっちゃって、まあ、このカメラね結構高性能なんで明るく映ってるんですけども、かなりね周りはね暗くなっております。この木もですね漁港なんですけども、まあ、水揚げ高ですね日本一ものがあるということで、まあ、高級食材ですねがあるということです。で今の時刻の方がですね16時ね43分ということなので、今日はねとりあえず大原漁港の方ね見ましたので、これからね大原駅の方に向かっていきたいと思います。はい、まもなくですね大原駅に行きます。今ですね、踏切を渡ってます。手前がですね JR 外房線で、この奥がですねいすみ鉄道の線路になってます。でここをですね、曲がっていけばですね、大原駅の方に行けると、いうことになります。あとちょっとです。大原駅の方でねエンディングの方に撮りたいと思います。はい、ここをですね、曲がってですねもうちょっと行ったところがですね、JR 大原駅とあといすみ鉄道の、ね、大原駅と、いうことになります。いや今日もね、かなりね疲れましたね。はい、歩き始めてからですね、10時間28分ですね、10時間、もうちょっと30分ですね。めちゃめちゃね歩きましたね今日。日の入りも迎えてしまって、ね、真っ暗になっちゃってますからね。はい、ということでね間もなく大原駅に着きます。まあ、このね大原っていうのはいすみ市のね中心になってます。ということでねここら辺は結構このねいすみの市街地ということもあってね建物もいっぱいあってね栄えてる街になっております。特急赤潮ですね、新宿行きがね、出ております。はい、ということですね、着きました。こちらね、大原駅、こちらの方ですね、いすみ鉄道のね大原駅って書いてありますね。でこちらの方はですね、JR 外房線のですね大原駅ということですね。大原駅の方に、着きました。はい、ということでこちらですねロータリーになっております。まもなくですね5時というところですね。まもなくチャイムが鳴ると思います。ではですねちょっとねエンディングだけね最後ね撮りたいと思います。はい、ということでですね千葉県一周徒歩の旅7日目ということで、今ですね JR 外房線の大原駅に着きました。でですね今チャイムの方鳴りましたね、午後5時ということで、今日はですね JR 外房線の阿波小湊駅からね歩いてきたということになります。結構疲れました。こんなところに、ね、なってますけどね。はい、これがですね大原駅になってます。いや結構今日は疲れましたね。まあ、上総一宮まで行きたかったんですけども、まあ、ここまでね歩ければね十分かなと思っております。ではですね、次回また頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。以上、佐久でした。ごきげんよう、さよなら。